はい、皆さんこんにちは。スタジオヨッシーのヨッシーです。今回は4本ロックの内側の角、内角って言ったらいいのかな、縫い方についてご紹介できればと思っております。へこんだ角はこういう角ですね。内側を向いた角ですね。この縫い方について、ご紹介をしたいと思います。内角はですね、まあこれも簡単な仕組みなんですけれども、要はですね、ここを縫うときにここをまっすぐ一緒にこのようにして縫ってしまうっていう、ここを直線にするんですよ。ですね、今のロックミシンの設定はですね、大体7ミリぐらいの設定にしてるんですね。なのでここからですね、ちょっと対角線上にちょうど7ミリいかないぐらいかな、この角度でこのように切り込みをこう入れるんですよ。縫うときはこちらからずーっと縫っていくんですけど、ここでこうまっすぐこのようにします。まっすぐに状態にして縫っていきます。実際に縫っていきますね。通常通りここの角まで縫っていくんですけど、押さえが迫ってきたらですね、ここのラインをまっすぐにこのようにします。で、まっすぐするときはここの生地の部分をこのようにするかな。で、一応ここの折り目ができるんで、これを手前にこう手前にして、とにかくここをまっすぐのラインにします。で、このままの状態で縫い進めます。こんな感じですね。ここがこのようにきちんと縫えてるっていう感じになります。まあ、こう開いてみると切り込みが入ってるのでこんな感じになるんですけど、まあ、これがですね、内角って言った感じでしょうかね。内角のロックミシンのかけ方です。参考にされてみてください。もしこの動画参考になりましたら高評価お願いいたします。チャンネル登録もお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。